あ、でもまだ人残ってんじゃん。みんなライフボートで逃げたわけじゃないの。おっと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 、あ、これなんか嫌な予感すんな。ちょっとちょっと危ない、ほら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 、危ない、みんなみんな早く、嘘だ、嘘でしょ、うわー、ここもすれすれ肩、うえー、何段攻撃だよ今3回ぐらい崩れたよね。1回目でほら行ったじゃんってなって、2回目でギリギリのとこまで来て、ギリギリ助かったからのもう一撃、やめろほんとそういうの。ちょっと待って、この人たちこの人たち確定で死ぬじゃん。じゃあちょ待って待って、遠くから様子見たいな。揺れ始めたら手前に逃げて、この辺ならさすがに大丈夫でしょ。うーわー、キッズで、ここでうわ、出て出て出て、さらに崩れる。うーわ、だいぶいったな所長さんいや所長さんどころか、所長さんどころか、だいぶ丸ごといったぜ。ここにいた人全然浮かんでこないじゃん。いや、まあそれはもうゲームの表現的にあれだけどさ浮かんでくる人みんな表現するのは大変だろうけど、大変でしたね。港が沈んでいく、一体どうなってるんだ。車を追ってフェリーに乗ることになるなんてまだ余計な心配してる。フェリーもう乗らねえからいつまで車の心配してんだよ。とんでもないことになってんだぞ今。とりあえず中入ろうか。じゃあフェリーにもボートにも乗れなかったっていうことだね。とりあえず一旦外に出て富田さん今ワープしたな。俺が先に扉通ったはずなのに。鍵もらったからここのアイテム取れるんじゃない。さっきから気になってた。嘘、あ、そっか、こっからか。鍵を使いますかは。あげるー。なんかこんな時のためにみたいなこと言ってたよね所長さん。いや所長さん悲しいなマジで。あれ、あ、ラッキー、わ、だいぶ容量増えたなこれは。でマニュアルでしょ。うん、他になんかまだ鍵で開けられる場所あんのか。これだけじゃないよねさすがに。所長さんがね、死の間際に残したものバックパックを使ってくれとかそういうんじゃないでしょ。あそこにも扉あんじゃん。ちょっと待って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 、危ない危ない。大丈夫富田さん、富田さん、あれ富田さん、富田さん、え、どこ行ったのあの人。待て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 、富田さん全然ついてこねえんだけど全然ついてこねえんだけど、いい、開けちゃって。ここも、うん、やっぱり鍵がかかってて、さっきの鍵で開けるんだね。さあここに脱出、富田さん、富田さん、すげえ忍びのものかよ、伊賀のものかよ梯子登ってみて、うん、なんだヘリでも来んのか。こんなとこに来たところで、ここってこの鉄骨の部分しか足場ない、もしかして。あ、ガラスみたいになってんのか。あ、でもいけないな。あ、なんか落ちてる。はい、コンパス。あ、下れるようになってんだ。あ、道続いてんね、あっち。あ、でも橋崩れたって言ってたもんな、なんか。崩れてる気配はするね。この先行ってもどうしようもないじゃん。つっても行くしかないけども。きっと富田さんはまたワープするんだろうな全然はしごの近くに来る気配ないけど、
富田さん、富田さんも降りてきないよ、はしごを使って。そこにいてもしょうがないじゃん。ちょっと富田さん、早く来い。富田さん今の露骨だったな、一瞬ちょっと読み込み合ってここにはセーブポイントしかない。で、ここに階段あるけども、あ、ボートまだあった。よく流されてないな。あ、なんか一応繋いでんのか。危ない危ない、揺れてるよ。いや、これ大丈夫？このボートだいぶ頼りないよ、この揺れ方で。どこまで行くの？しかも手漕ぎだしさ、オール使って。いや、これどうよ。ともや、僕はそんな彼女の様子を見て出た、このパターン。彼女の様子を見て、あ、こんな時に合う歌でも流してあげてよとスタッフに注文するなめてんなぁ彼氏がいるなら先に行ってよと一緒に来たことを後悔する、これも最低だな彼氏がいるって先に聞いてたら助けなかったのにみたいな。いやいや、だいたいひどいな。大泣きする意味もわからないし、ここでいい曲流してあげてよ、頼むよ。彼女のためにこんな時に会う歌でも流してあげてよ。どこ見て言ってんだまたさっきと違う曲が流れようとしてる。意外とそういう引き出しはあるんだ。飯田舞さんの別の曲じゃん焦げよボート、焦げ。とりあえず曲聴いててもいいから、聴いててもいいからさ、焦ごうよ一旦。何してんのこの人たち二人とも怖真顔。せめてなんか声かけろよ。あー、やっとこぎ始めた。サビ待ってたんだねサビが来たらこぎ始めようって。違うのかな、ともや、あの黒 T でもなんかまた合いそうな気がするけどね。あのともやと思われる男がさ、一番最初の方にチンピラっぽい男に追われてた理由もよくわからないし、西に行きましたよって適当こいてどうにか助けてやったけど、あの時っていうのもあるから、まあ、また出てくるとは思うんだよね。で、これどこに向かってんの。崩れゆくフェリー乗り場からどうにか脱出できた。雨の中、方角もわからない中、とにかくこいだ。夜になり、雨も小雨になった頃、ようやく建物のシルエットが見えてきた。いや、でもなんか目の前でたくさん人がいる場所の足場がズンって崩れたりとかさ、結構容赦ない描写が多いね、今回は。この辺はね、今までは割ともうちょっと柔らかかった気がするもん。ここどこ？どうなってるの？うわ、団地みたいなとこがもう沈んでんじゃん。とにかく岸につけましょう。岸なんてある？突然のボート操作。いや、基本的に左スティックで漕ぐっていうのだけでいいんだよね。うん、早く漕ぐが R1。はい。じゃ、この表示どうやって消すの？おっとっとっと。すいません、間違えました。あ、消えた消えた。って言ってもな、なんかこういう時さ、いろんな場所探索したくなっちゃうよね。もしかしてなんかあるんじゃないのみたいな。でもなんかこんなシーン絶対絶命都市2にもあったわ。ボートで進んでいくようなシーン。絶対絶命都市2のテーマは水害だったからね。大洪水でさ、
しかも冬だったから、舞台が冬だったので水に濡れると寒さで凍えそうになってしまうっていう、そういうちょっとしたサバイバル要素もあったりして、そういうサバイバル要素は今回はそんなにはないね。まあトイレに行きたくなるっていう要素はあるけど、なんか言うほど行きたくならないもんね、トイレ催さないもんね別に。俺全然先に進めてない。とりあえずいろんなところ見て回ろうかなって思って、これ今フラフラしてるんだけどさ、で別に何もなさそうだね。なんかあそこで燃えてるな、何かが。あっちの方行ってみようか。うん、燃えてる燃えてる。のんきに語ってる場合じゃなかったわ。全然思うように動かせない。ちょっとあのトゲトゲしてるやつ危なくない？ボート割れちゃうんじゃない？これぶつかると危ないんじゃない？ほらほらね。あ、なんか左上のゲージもこれボートの体力みたいなもんなのか。ああやって尖ったものにぶつかるとボートが弱くなってって最終的に空気が抜けてしまうみたいな。あの炎もそういうことですよね、きっと。ぶつかっちゃいけないやつですよね。なるほどな。いや、どこにセーブポイントあるんだよ。何それ。あの S。 うん、特になんかアイテム落ちてると、ね、赤ちゃんの泣き声聞こえない？いや、俺には聞こえないけどな。気のせいじゃない？この団地の中、まだ人が残ってるみたい。あー、俺だって泣きてえわ、クソが。僕だって泣きたいよ。さっきまであんなふてぶてしい顔してたのに、いい曲流してあげてよっつって。ちょっと泣かないでよ、大人のくせに。まったくだわ。南の方は水没しているみたいだし、北に進みましょう。北、はい。とりあえず言うこと聞いとこう、富田さんの。北ってことはコンパス的にここを右に曲がる。あ、違う違う違う。よしよしよし、この枝を回避して、でも赤ちゃんがの声が聞こえた方、赤子の声が聞こえた方に行くんならこっちだよね。あ、そこ降りれんじゃない？とりあえず団地入るか。A棟206号室前に接岸。大丈夫かな、これボート流されたら終わりだよ。ちゃんとつけとけよ、なんか紐とかある？いや、そんな様子ないな。これ流されるでしょ、ボート。すげえ適当にプカプカ浮かせてんじゃん。でめちゃくちゃ声近くなったな、赤子の声。え、すげえ沈んでるし、ここもびちゃびちゃじゃんよ。さっき泣いてた赤ちゃん、この近くにいるみたい。そうだね、まだ泣いているみたい。心配ね。心配ね。親御さんはどこ行ったんだろうね。おっと、揺れてますよ。大丈夫かな。入ってみよう。いや、もうめちゃくちゃ泣いてるな。鍵かかってねー、靴脱がねー。ツッコミどころがいろいろ多い。靴脱がねー、アメリカンスタイル。お、誰ですか？あ、なんだ、一体どこから。親御さんもいるんじゃん。な、何かご用ですか？いや、だって鍵かけてないからさ。じゃ、中に親御さんいるならなおさらなんで鍵かかってねーんだよ。金のものがないか探していた。その発想は正直俺今なかったわ。金目のものがないか探していたんだ。正直者。何でもあげますから。この子たちは見逃してください。ユーマ大丈夫？てか富田さんどこ行ったの？熱下がらないわね。困ったわ。うわー、赤子は泣いてるし、上の子は熱出てるし。あの、絶望ですね。すみません、はい、もしよろしければ助けていただけませんか？よく助け求められるな。金目のもの探しに来たんだって言ってるやつに。この子が風邪をひいてしまって、うん、でも今子供用の風邪薬がないんです。404号室に住んでいる友達なら、同い年の子供がいるので、子供用の風邪薬を持っているはずなんです。そこまで行けと。お願いします、404号室にいる友達から子供用の風邪薬をもらってきてくれませんか？なるほどね。だってさ、富田さん、富田さん、
あなたのためならもう遅いでしょこれ。金目のものを釣ったのに。これ言っとくか。でも今ちょっとお金に余裕あるからな。20万もらったしな、こないだ。あなたのためなら。あなたのためなら喜んで取りに行きます。安定してないな、情緒。 ありがとうございます。よろしくお願いします。404号室の場所は、もう遅いけどね、本当に。地図に付箋を貼りました。はい、申し訳ありませんがお願いします。はい、地図に付箋を貼りました。その要素全然使ってなかったな。マップ開くと一応こうやってなんかね、何か情報がある場所は付箋が貼ってあったりとかするんだけど、こうやって。で、どこ？これか。いや、わかんねえよ、これじゃ。4棟404号室。あ、A 棟404号室ね。これじゃわかんないでしょ、付箋貼っても。その前に金目のものはないかな？金目のもの探しに来たからね。ひょっとしてこの窓から出て上目指す感じになる？この感じ、ベランダから。はいはいはい、このね、ベランダとベランダの間の壁、非常時は壊せるようになってるもんね。これで一旦隣の部屋に行かせていただいて。おお、老夫婦が、ごめん普通に入ってきちゃったけど、緊急時だし。普通にまだ人いたわ。私の足が悪いせいで避難するのが遅くなってしまったの。あら、ここは無事だといいけどね。さすがに団地ごと沈まないよな。余震がいつになったら落ち着くんじゃ。すいませんね、通りますよ。てか富田さん全然ついてこないな。今度こそついてこないな、本当に。今までちょいちょいワープしてたけど、一人で行けってことか。心細いな。これは開かないのか、ここの扉は。じゃあ外出てみようか。で、この階段を上に上がることで、てかここ、さっきのお子さんいた部屋が206号室だったよね。そっか、結局ここに出てくんのか。で、4階だよね、頼まれてたのは。3階の部屋は入れないのかな。なんかやたら画面が変な揺れ方すんね。ごめんね、なんか酔う人いるかもしんないけどさ、なんかそう、こんな感じでさ、変な揺れ方するんだよ。やってる俺もちょっとなんかグワングワンするもん。3階は入れなくて、4階はこっか、ここには入れる。鍵土足、鍵と土足。こっちの部屋は入れないようになってる。この感じだとトイレとお風呂場かな。うん、入れない。で、住民いるのかな、ここは。逃げ遅れた方、こんにちは。でもなんか誰もいない。いる、こんにちは。地震なんざ怖くねえよ、俺はここから動かねえからな。まあ、下の方の2階とかは結構危なかったけど、4階ぐらいだったらな、もう今更外に出るよりはここでじっとしてた方がマシかもね。こんだけ1階水浸しになっちゃったら外出れないもんね。っていうか見知らぬ男が侵入してきたことには何も言わないんだね。グランゼーラベースボールキャップ身につけます。グランゼラのロゴがかっこいいぜ。で、あれでも風邪薬、あれちょっと待てよ。こうか。ごめんね、マップを出すのに慣れなくてさ。目的の場所って、ここの隣の部屋か。ちょっとごめんね、ここ、今いるところの隣の部屋。たびたびちょっと操作間違えるのがさ。なんか今もう全然今関係ないんだけど、絶対絶命都市と。今普通にフォールアウト遊んでるからさ、海外のゲーム×ボタンが決定だから、たまに決定するつもりで×ボタン押しちゃうんだよね。それでキャンセルしちゃうんだわ。
ってここの隣ってことはこの破壊板を破壊すれば隣の部屋に行けるってこと、あれそういうことじゃないのかな、あれそういうことじゃないんだ。隣の部屋どうやって行けばいいんだ。じゃあ、あ、これか、こっちか、破壊板の方じゃなくてこっちね。404号室に行けそうなベランダ、怖いんですけど、ここ行くの。なんとかして向こうのベランダに行けないだろうか。え、いやもうどっちにしろ窓から行くんじゃん。窓の庇に上がって、あ、庇って窓の上のあれだよね、あの雨よけみたいな屋根みたいなやつ、あれに登って渡っていく行くか。うわ、うん、ここまでは普通にスッと行ったな。ここに上がんのがそもそも一番怖いでしょ。嘘だー、生きた心地しねえわこんな。いや揺れてるじゃん、揺れてるじゃん、頑張って。ほえ、よし、なんとか来れたな。ここまで来ちまえばこっちのもんよ。雨雲コンパス、いやこれでも下の階に戻るのも大変だぞ。写真立て、206号室にいた母親と同年代の女性が写ってると写真だ。うん、この部屋の住人は避難してもう団地から出ているのだろうか。同じぐらいの子供がいるって言ってたもんね。風邪薬すんなり見つかった、かわいいイラスト手に入れる。お、ランドセルとか落ちてるね、生活感あるな。うん、ここは物が崩れててこれ以上通れない。風邪薬があるだけだね。じゃあ戻るか。同じルートで行けるかな。このゲームにおいて大体同じルート使って戻るってことあんまないんだよな。さっき来た道大体壊れるからさ。行けるか今回は。珍しくちゃんと同じ道が使えそうだ。よしよしよし、戻ろう。こんにちは、戻りました。どうでしたか、子供用風邪薬を手渡した。本当にありがとうございます。なんとお礼を申し上げればよいか。でもこの建物も沈んでしまったらどうしよう。あ、もっと早くに避難しておけ、おけばよかった。せめて朝まで沈まないといいですけど。もうこんな時だしさ、上の階の人のに頼んでなんか上にいさせてもらったら。この階結構危ないでしょ。よかったら泊まっていってください。いいの、ここに泊まることになるの。んひょっとしてこの鳴き声、富田さん、富田さんどこいたの。友也まだ言ってる友也のこと。いやまあ無理もないけどさ、もうあん1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個出ました。11本出ましたね。ともやって誰だいたい察するでしょ。どうすっかな。一番鬱陶しいのどれかな。やっぱこれかな、シンプルに。彼のことは忘れて僕と結婚しよう。おい、今すぐ刺されてもおかしくないからね、さすがにこれは。いや、これも相当ひどいね。これは本当に悪い。本当に悪い。これどうしよう。で、これは最高野郎っぽい。海外旅行が中止になったから悲しいのかい。何にも分かってない。人の気持ちが。最高野郎。これ悩むな。こんだけ多いと悩むな。どうせどれ選んでも同じなのは分かってるんだけど。この辺ちょっと優しいね。勝手に死んだことにしたら怒られちゃうよって。まあ一番上とか二番目も無難だけど。聞いとくか。いやーでもこれやっとくか。ちょっとなんか見たいっていうのがあるよね。ごめんね、すげえ迷っちゃって。すげえ極悪人だけど、ちょっと見たいんだよな、こういうの。彼のことは忘れて。僕と結婚しよう。怖っこいつ。ごめんなさい、お断りします。
丁寧に来たね。一番嫌だ ねちょっとだけ話を聞いて。丁寧に断られちゃった。途中で寝てもいいから。何、智也の話聞くよ。智也がね、うん、この前私の誕生日に料理を作ってくれたの、うん、いろんな種類をすっごいたくさん。あんまり美味しくはなかったんだけど。すげえすげえ興味なさそうな顔してる。でもすごく嬉しかった、うん、食べきれなくてほとんど智也が食べたけど。人に親切なのはいいんだけど、お人よしで面倒見がいいから誰かを助けてそれで逃げ遅れてたりしないかなって心配。急にのろけがボロボロ出てくるな。フェリー乗り場で待ち合わせたのもボロボロ出てくる。智也の亡くなった恩師のご家族の用事を手伝いに行こうとしていたからなのよ。ほう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 。だからかな、ちょっと時間にルーズなの。約束の時間にはいつも遅れてくる。じゃあまた遅れてやってくるよ。前にも映画を見に行った時に、どうすげえ話すじゃん。本当に開始後にやってきたのよ。信じられない。子供寝てるんだよ、風の子供が。めちゃくちゃ喋る。大花火大会に行く約束も当日になってドタキャンするし。風の子供と赤ちゃんがいるんだよ。今回だってそうや。このお宅新婚旅行に行こうってのに遅れてくるって何なの。もうどこに行ったのよ。こんなに心配してるのに。すげえ興味なさそう、ラブパワー。会いたいよ、トモヤ。いつ来るかなって思ってたわ。またあるじゃん。トマなんて忘れて僕と結婚しようよ。いやでもこれあくまでもね、あくまでも慰めるためっていうのもあるよね。これもいいな。いいのいっぱいあるな、悩んじゃうな。僕ならもっと美味しく料理を作ってあげられるけどな。僕ならもっと美味しく料理を作ってあげられるけどな。お、意外といい。ありがとう、あなたは優しい、ね、意外といい受けが。あなたにはいろいろ助けてもらって感謝してるのよ。明日もよろしくね。おやすみ。意外と嫌われてなかった。あんなこと言ったのに、あんなやつ忘れて俺と結婚しようぜって。まだ泣いてる。ともやー、ともやー。え、ちょっとちょっとちょっと流れが変わった。ちょっともうここで一旦一晩明かす流れだったじゃん。あ、ここでセーブして終わりかなって俺思ってたじゃん今。水が、部屋が傾いてる。ちょ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 、どこ行けばいいの、どこ行けばいいの。え、で、あの、お子さん無事、お子さん、そうそう、この二人、この二人っていうかこの三人、突然水がこんなに。お願いです、私たちもボートに乗せてください。しぶしぶ了承する。最悪。あ、ありがとうございます、お願いします。まあまあ、しぶしぶであってもこうなるよね。それじゃあ急いで大切なものをまとめるので先に出て待っててください。え、大丈夫かなこの人たち。え、この人たちさすがに逃げ遅れたら嫌だよ。わ、お母さん。いや、なんかさ、もちろんフェリー乗り場の所長さんもきつかったけど、子供はちょっとさ、子供は助けてやってほしいよね、特に。あれ、お母さん、お母さん、お母さん。やりすぎでしょ、これは。やりすぎだよ、グランゼロさん。